画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。顔を緑にしていくか。緑の鬼。全力で行かせていただきます。ライト持ちが2人もいるからね。メメント。そしてちょっと仕様が変わったんですけども、鬼のね、コテ、昔はね、血がね、落ちて、その血、触れると、もちろんその、透けてオーラが見えるんですが、生存者の。今度からね、生存者が、その、ま、生存者側も、そのキューブ、血の玉を見ることができるんですけども、キューブじゃないな、オーブ、見ることができるんですけども、それを以前は吸い取ることができなかった。だから放置するしかなかったのが、生存者がそれを吸い取って回収できるようになるっていうことなんで、そう弱体化ね、実質の弱体化、固体弱体化ということになりますね。さあやっていくぞ。この悪魔のような鬼。お兄ちゃんが、めっちゃ目立つとこあるな、この破滅。もうダメだな、この破滅。生まれた場所が悪かった。生まれた時代が悪かった。ダメだ、こりゃ。こっち行くな、俺。まあ、そうだろう。まずは倒しなさい。どんどん倒させてやるぞ。そっち行くのかな。降りて、あれスマチャクじゃないんだ。絶対スマチャクみたいな動きしてたの。声を出さない。非常におとなしい声だね。逆に言ったな。そのまま戻るか。やるじゃねえか。いい駆け引きだ。その間に、あの破滅、なくなった。そう、オーラで見えちゃうんだな。普通に見えちゃうんだな、これ。こういう時に強いよね、ほんと。鬼かよと。いや、鬼なんだけど。ちょっとシャレじゃないんだけど。極悪非道な、このプレイ。吸い取らせていただきます。悪魔のような、このプレイですが。今回ご紹介した映画、デーモンインサイド。以前もご紹介したんですけど、見直してね、改めてね、良さをね、見出しましたね。同性愛のね、夫婦の、話なんですけどね、妻、ジャッキーのね、幼い頃に過ごしていた後半の家にね、実家に帰ってくるんだ。家族旅行というか、夫婦旅行。しに行く、この、行かせますね。来るんだけど、どんだけここでやりますかね、今度は。行くぞ、もう一回そっちに。おら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 、バレてんだよ、と。そういうことです。そしてすぐ戻る。あ、着いた。復活させる前に着かせるのは、なかなか判断がいいじゃないかな。どうしようかな、これ。まあ、もう一回この子置いとっちゃいましょうか。で、そのね、奥さんが、なんとね、もう幸せそうな、その、夫婦なのに、こう、幼馴染みたいな人が、まあ、訪問してきたときに、奥さんの、まあ、ジャッキーって言うんですけども、見える。なんか、行動がちょっとおかしい、みたいになって、不審になるわけですね。で、こう、いろいろ調べていくうちに、自分の嫁が、とんでもないサイコパスなんじゃないかと。のが分かってくる。気づいた途端ね、まあ、ある日、崖から突き落とされるという衝撃的なね、序章からね、始まるっていうね。見えると、ほんとやりやすいな、これ。もう一人いるか、聞きに。気づいてないふりして。気づいてんだ。うわ、スプバ。くそ。スプバだったか、やりやがる、あの、陸上競技の女よ。というね、話なんだけど、このサイコパスが、まあ、この映画って基本、ちょっと、
すごいインディーズ感漂う。あ、ちょっとちょっとちょっと。インディーズ感漂う、サイコホーラーっていう感じで、低予算な感じであるんですが、割と洗練された演出が多い。音楽もいいしね。で、妻のね、そのサイコパスぶり、例えば、なんかアサルトライフルみたいなの持って鉢巻きしてさ、鉢巻きってヘアバンドしてさ、ゴリゴリの体育会系みたいにね、まるで鹿でも狩るつもりなのかと、スプロか。鹿でも狩るつもりな感じで、いやいや、ここにも来るの。よいしょ。嫁をね、ガンガン襲ってくると。もうだから、何やっても、どんな残酷なことをやっても心拍数が上がらない。ほとんど。いや、もう本当に生まれたての先天性のドン。サイコパス。一体なぜそうなったのかっていうのも紐解きながら、その、飛び抜けたサイコパス能力によって、ガンガンに、こうほらよ。ガンガンに追い詰められていく主人公。ある意味、サイコパスでもあるんだけども、おやーよーしサバイバル映画でもありますね。OK。あんな嫁、怖すぎて。本当に絶対に嫁に嫁いできてもらいたくない、一二を争う嫁でした、うん、あ、メメント持ってきてたんだ。そうだ、やってやろう。あふーん、したください。むし、あとで短塩にして食ってやる。本当このぐらいの息、まあ基本的にレーティングは高くないので、そこまでグロい表現はないです、うん、グロテスクというよりはやっぱサイコっぽい部分の演出の方が大きいかなっていう感じですね。うん、吸い取っちゃう。もう一人はもう出血しますね、これね。どこに行っちゃったかもわからないですね。はい、出血しと。やっぱいいな、鬼いいな、やっぱ。割と適当なこと喋ってても、割といいプレイできるんだよな。やっぱワンパンのなんかこの、金棒やばいよね。なわけで残忍な殺人鬼となりました、うん。よかったら評価の方どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さんの良きゲームライフの方になっております。ベルクラでございました。お疲れ様です。名前をやっぱ、ね、あの方にしてるのもあって、うまくいったのかな。チャンネル登録、画面のボタンから。ベルマークを押すと、動画更新時に通知がいきますので、チェックしてみてください。